殷承は、清末民初の軍人、政治家。中国同盟会に属した、革命派の人物で、後に雲南派の軍人となり、護国戦争では、護国軍に参加した。字は、叔桓。隣姓であった殷承は、1903年に、日本へ留学する。東京振武学校を経て、陸軍士官学校第五期工兵科で学んだ。また、この際に、中国同盟会に加入している。帰国後、雲南の新し県陸軍第19鎮に加入し、正参謀官、正参議などを歴任した。雲南陸軍講武堂の創設にも関与している。1911年の辛亥革命では、殷承は、革命派における主導者の一人として、蔡唾、唐継尭らとともに謀議に参加した。そして10月30日に、革命派は、昆明で蜂起を決行した。蜂起成功後に、蔡を都督とする大男雲南軍都督府が樹立されると、殷は同政府の参謀部総長に任命された。1912年6月、殷承は正征軍総司令官としてチベットに出征し、各地でチベット軍を破った。この際に、四川都督尹昌衡も同じくチベットに出征し、作戦上の齟齬から、雲南軍と四川軍の間で紛争が発生しかけている。しかし、同年12月、殷は、大火なく、軍を昆明に帰還させた。同月29日、北京政府から、陸軍少将兼陸軍中将区組を授与され、翌1913年4月12日には、陸軍中将に昇進している。1913年10月、蔡唾が、雲南都督を離任して、北京に赴くと、殷承もこれに随従して、北京総督府顧問官に任ぜられた。1915年1月、全国警戒局清下化所所長となる。殷は東三省や朝鮮に赴き、中国における土地の現状を学んだ。その上で、警戒局秘書長周小学と共に、電磁調査のための蜂起制定や研究に、尽力している。その成果として、警戒蜂起草案、中国歴代警戒紀要、各国警戒紀要の3つの著作をまとめた。同年、袁世凱が、皇帝即位を画策すると、殷承は、蔡唾と共に、北京から逃亡し、雲南へ戻る。12月、袁が、皇帝に即位すると、蔡は、唐継尭らと協力して、袁討伐のための護国戦争を、昆明で発動した。殷は蔡が率いる、護国第一軍参議に任命され、四川へ出兵した。護国戦争勝利後の1916年8月13日、殷承は、劉英久氏の後任として、川辺鎮守氏に任命された。しかし、翌1917年、同じ雲南派の軍人である、羅廃錦が、四川で敗北し、雲南へ撤退してしまう。そのため殷も、地位を保つことができず、やはり雲南へ引き上げた以後、殷は、軍事や政治に関与しようとせず、引退した。殷承の最後については、説が、様々に分かれている。陸良賢氏は、引退後に、上海へ赴いて、チベット密教に傾倒し、1945年に、上海で死去としている。しかし、雲南省史人物史は、同年に、昆明で死去としており、中国国民党百年人物全書は1946年中に死去して、同年9月10日に国民政府から追悼、顕彰を受けたとし、さらに民国人物大辞典贈呈版は1946年12月1日、昆明で死去としている。ありがとうございます。